い、おはようございます。今日が、10月5日木曜日、大会4日前になりました。今時刻が5時40分とかで、だいたい25分ぐらいかな、有酸素してます。あとね、35分ぐらい歩いて合計1時間で家に帰りたいと思ってます。やっぱね、今河川敷を歩いてるんですけど、やっぱ河川敷いい、河川敷っていうかいいね、河川敷静かで朝早いっていうのもあるかもしれないけど、すごい自己効力感がやっぱり散歩は高まるので、なんか少し運動始めたいっていう人の第一歩にすごいおすすめですね、朝の散歩は。はい、1食目になります。今日はね、全卵1個と卵白3つの卵、まあ、スクランブルエッグみたいな感じにしたのと、いつもと同じオートミール、大葉粉、ベーキングパウダー、バナナ、ブルーベリーのものになります。あとコーヒー 200g かなっていう感じです。はい、先ほどですね、有酸素から帰ってきて、今だいたい6時半前っていう感じですね。1食目を食べていきたいと思います。引き続きナトリウムローディング、今日までかな、5リットル、1日5リットル水飲むのと、あと塩分を10から15グラム取るっていう生活をしていくので、天然、まあ、水とか塩をちょっと多めに取っていくっていう生活を引き続きしていきます。で、明日から徐々にこう塩分とか水分のところも、まあ、3リットルとかで、塩も10グラムとかっていう感じで徐々に落としていくっていう感じですね。ちょっといただきます。今日は卵、ちょっと最初に、美味しい、全然全卵一つでいける。卵はやっぱりすごい優秀で、いろんなこう成分入ってるんだけど、まあタンパク質ってとこだけでも、だいたいこれ全卵一つ、卵白4つ、27ぐらい取れるから、本当にいい食材。Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. Hey, ウェトレが終わりました。今日は全部で40セットぐらい、いろんな種目をやりました。一旦いい感じで今パンプしてますね。はい、2食目になります。かぼちゃが 118g とささみが 162g で、多分足して300カロリーぐらいになってます。で、今から2食目を食べていきたいと思います。まあ今10時過ぎなんだけど、まあ1食目が6時過ぎに食べたから4時間ちょうど空いていて、インターバルとしてはすごいいい感じの期間が空いてます。で、かぼちゃとささみという感じで、引き続き今日までしっかり塩と水を取りながら食べていきたいと思います。あ、
ずはかぼちゃからの。うん、かぼちゃやっぱいつ食べても美味しい。はい、3食目になります。かぼちゃが 135g と、これは、キムチと糖質ゼロ麺で、下にささみが 77g 入ってます。低温調理器で入れたやつですと、あとかつおが 179g で、これトータルで400ちょいカロリーぐらいになります。では、3食目を食べていきたいと思います。今時刻がですね、1時ちょっと過ぎ、1時回ったぐらいのところで、前回食べてから3時間ぐらいですかね、間が空いて、ちょうどいいインターバル、本当に今日はいい感じで食べれ、時間的にはいい感じに過ごしてます。で、まあかぼちゃとね、まあ、引き続きナトリウムローディング、今日最終日なので水と、塩をたくさん入れていきたいと思います。水はね、ちょっとまだ 1.5 リットルぐらいしか飲めてないので、午後ちょっとピッチ上げて、ピッチ上げるっていうのか分かんないけど、少したくさん飲んでいきたいと思います。ではまたちょっと4食目でお会いしましょう。ではい、本日4食目、最後の食事になります。鶏ささみ、ささみでこれ低温調理器で入れたやつが 102g、 キムチ、小松菜、えのき、そして昨日と同じくコンビニのサラダ2つパックと、カツオがこれが 77g かなとかになります。あとはメカブと寒天ゼリーが、本日最後の4食目になります。では、今から4食目を食べていきたいと思います。時刻はね、今ね6時52分、最近ここ最近で一番早く食事にたどり着いています。今日最後のナトリウムローディングなので、ナトリウムローディング、塩をねちゃんと取れるのは本当に最後なので、たくさんかけていくのと、あと水もね、1.5 リットルぐらいかな、飲めば目標の5リットルに達成するので、あと 1.5 リットル水も飲んでいきたいと思います。残りの時間で、今日はね1日通してすごい食事の取るタイミングとかも結構自分の理想な感じで、大体インターバル4時間ぐらいずつぐらいで取れてるので、すごい良い感じです。で最後にね、寒天ゼリー、これもすごい楽しみにしてます。ではちょっと今から食べていきたいと思います。いい感じに、はい、今今日も阪神浴から上がってきました。今時刻が、10時37分になってます。はい、今日はですね、大会まで残り4日というところの1日でした。筋トレもね、今日は腕トレをやって、で本当に1つの部位をねしっかり追い込む筋トレっていうのは明日で最後になります。土曜日2日前はもう全身トレーニングを調整という形でやるっていうので、大会前日は、もう本当に体のケア、体調を管理してたところなのでトレーニングはしません。なので、明日がですね、本当に一つの部位を重点的にもう追い込むというトレーニングが最後になります。で、明日の追い込むトレーニング最後は山形大会の時にですね、審査員の方にこうサッシュかけていただくんですけど、その時の審査員の方に肩だねっていう風に言われたので、やっぱそのもともと自分でも認識してたけど、弱点である肩のところをしっかり最後追い込んでいきたいなというふうに思ってます。今日ね、大会に来てくれる人、
一人一人にちゃんと感謝したいなって、時間作って感謝したいなっていうふうに思ってるので、まあ誰が来るのかっていうのは一回こう可視化じゃないけど、こう紙に書いてみたんだけど、全部で34人の人が来てくれる、今んとこ応援に来てくれる予定です。もうめちゃくちゃそれが本当にやっぱ毎日嬉しくて、なんか今やっぱこうご飯節制とかしてるのは結構自分にとってもストレスだしきついって感じることはあるけど、やっぱりそのご飯のストレスから解放されるっていうのもすごい嬉しいんだけど、応援に来てくれる人たちがやっぱ本当に嬉しいし、やっぱりその人たちのためにじゃないけど、結果でしっかり証明したいなっていうふうに思ってます。だからもう何が言いたいかっていうと、もう爆食したいっていうこの気持ちよりも、本当に今はただただ勝ちたい、山形大会の3位という結果よりもいい結果でいい冊子をね欲しいなって言ったところと、いい結果で締めくくりたいなっていうふうに思ってます。今日寝たらね、あと3日といったところまで本当に来てるので、最後の最後まで頑張っていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。